ご視聴どうもありがとうございます。それではザ・ペインスクリックキリング続きやっていきましょう。前回、この市長の家のセキュリティルームですね。ここを開放したことによって、鍵がね、一気に3つも手に入ったので、まあ、今回はね、その鍵を使って行ってない部屋を開けていきたいと思うんですが、ちょっとね、前回見落としてるのがこれ。これをね、見落としてるんですよ。はい。これはバーナードが書いたってことかな？1994年3月18日。昨夜、何者かが庭に侵入した模様。身長およそ165センチの男。フード付きの上着を着ており、フェンスを乗り越えて庭に入った。男は裏庭に走って向かい、裏庭の塀を飛び越えて出て行った。怪しいですね。165センチ。ちょっと身長だけでは誰かわかんないね。で、1994年3月25日、新しい VHS テープが届いた。すでにあるテープに上書き録画するのではなく、新しいテープに録画するように。これ誰に言ってるんだ？バーナードが誰かに指示をしてんのか、それとも誰かがバーナードに指示をしてんのか。まあいいや。で、1994年4月6日、古い日誌の間に挟まっていたマデリーン・ロバーツ夫人のメモを見つけた。マデリーン・ロバーツ？誰？チャールズの母親とかそういうこと？内容は、消失した1975年6月28日の防犯テープを探すようにという指示だった。テープは見つかっていないらしい。この日何があったんだ？あれ、このあたりってもしかしてさ、なんか、ビビアン・ロバーツが緊急入院したとかそのあたりだっけ？違ったかな？で、1994年5月28日。新しく警護に当たる人が今日来る。名前はサミュエル・グリーン。トム・パーカーが彼の指導に当たる。あ、じゃあやっぱりバーナードが責任者でいろんな部下を抱えてるってことか。で、1994年7月4日。アンドリューが午後11時頃、屋敷に来た。かなり酔っていた。スコットが呼ばれ、午後11時15分頃に到着し、彼がアンドリューを家まで送っていった。スコット、ほんとなんかさ、こう、親父キラーっていうか、こう、おっさん連中には好かれるよね。で、1990年8月12日。今日は、トム・パーカーが屋敷で働き始めて20年目にあたる。来月に責務から引退し、病弱な妻の面倒を見るそうだ。ビビアンが1990年8月32、彼のお別れ会を開くようにと指示。なんかこうしてみるとビビアンはすごいいい人に見えるんだけど、スコットに対しては本当に冷たいよね。それが、トリシャがあんな感じだからスコットを毛嫌いしているのか、それとも他に何か理由があるのかっていうところですよね。で、1990年11月2日。最近、奇妙な噂がペインスクリーク中を飛び交っている。6歳の女の子、ステファニーがハロウィンの日に迷子になった。ステファニーって誰？また新しい人が出てきたな。どうやら、ホタルを追いかけて森の中に入っていき、そのまま帰ってこれなくなったそうだ。両親が警察に捜索願を出し、森の中を探し回ったが、発見することができなかった。じゃあもうずっと行方不明？なんか行方不明になってる子供多くない？なんかもう一人いたよね？男の子で。それも確かこのぐらいの年じゃなかったっけ？違ったっけ？え？ 2 時間後、ステファニーは無事に、あ、帰ってきたのか。よかった。どうやって帰り道が分かったのかと聞いたところ、若い女性が泣いてるステファニーを見つけて、送り届けてくれたそうだ。若い女性。なんか、私も見た気がするけど、まあ、多分、気のせいですよね。その女性の名前はわからないが、長い黒髪、なんか、見た気がするね。綺麗な人だったことは覚えていた。女性は屋敷のメイドが着ているような黒のドレスを着ていたそうだ。
黒のドレス、見た気がするな。奇妙なことに、メイド全員に聞いてみたところ、その時間帯は全員屋敷で働いていたそうだ。なるほど。そういえば、ちょっと多分ね、私、動画の中ではカットした気がするんですけど、そこに、スコットとトリシャの秘密の部屋っていうのがあるんですよ、ここに。これ。で、ここが確かね、4桁なんだよね。これ。これがもしかして、1203だったりしないですか？違うんかい。そういえば、こっちって俺行ってなくない？ここ。ここ行ってないよね。おい、マップあるやないかい。マジかよ。くっそ。これ、行ってなかったって。2階マップ ?1 階も欲しいな。1階も欲しいんですけど、ハサミがあるな。取れないのか。やっちまったな。ここ全然、調べてないじゃん。ただ、なんかあるかっていうと、なんもない。ここはだからマップがあるだけ、かな？おそらく。ここは？5桁？わかりませんって。ドロシーの部屋は前回開けた部屋じゃん。で、警備室はセキュリティルームでしょ。で、確か私が持ってんのは、ティールームと、トリシャの部屋の鍵、だったはずなので、じゃあティールームとトリシャの部屋は行けるはずですよね。場所がわからんのだが、ここか？これトリシャの部屋かな？だから。そうだね。これがトリシャの部屋です。引き出しにも鍵。マジで、上も下も鍵かってのか。そいつは困ったね。で、この辺は？この辺の引き出し開かないのか？トリシャが彼女の本全部を病院に持ってきてほしいとのことです。そうか、病院。俺にはまだ病院があるんだ。詰まったら病院に行けばいいんだ。そうですよ。で、日記がある。しかも鍵もある。キャビンの鍵？キャビンってスコットがいたとこ？はい。これ子供の頃の日記かな？トリシャの。1998年11月13日。スコットって変な子。すっごく静かだし。だからって他の子たちが悪口を言っていじめていいわけないわ。スコットの本当のお父さんやお母さんはどうしてスコットを置いていったのかしら。もしかしてそこがさ、このストーリーの根幹に関わるってこと？スコットの出自が。でもスコットがロバーツ夫妻をこうじっと眺めていたっていう目撃証言があるということは、もしかしてやっぱりスコットはビビアンの、もしくはチャールズの、チャールズだっけ？血を引いてるのか？まあいいや。1989年1月6日。学校の後の習い事が嫌い。特にバレエ。難しいし、つまんない。礼儀作法が一番嫌い。なんで私は私でいちゃダメなの？私はママみたいになる必要なんてないわ。だから子供の頃から、トリシャはこう、ビビアンに対してこう、反骨心っていうか、反抗的ではあったんだな。でも、ビビアンはトリシャのことをこう、溺愛というか、心配していたんでしょうね、きっと。なんかその辺のすれ違いが悲しいですね。書斎のパスコード、来た。1989年8月3日。パパとしばらく会ってない。いつ帰ってくるのかな。パパの書斎に入るとタバコの匂いがする。パパが長く家にいないときは、そこへ行くとパパを思い出せるの。パパ、会いたいな。
だから、トリシャはビビアンよりもチャールズの方が好きなんだ、多分。まあ多分娘を思ってすごくね、こう、厳しくしつけるっていうか、こうやってたと思うんだけど、それがこう、うまくね、娘の方には伝わっていなかったってことかな。ママも、いつもお仕事ばかり、忙しそうに人と会ってばかりで、私に構ってくれる時間なんてない。ママは私のこと、本当は好きじゃないのかなってたまに思う。これじゃ、ドロシーのことをママって呼んだ方がいいのかも。はい。書斎のパスコード、44871。てか、これ、写真撮れんのかな？うん。オッケー。で、撮った写真は、ここで見れると。いいですね。うん。で、この下の引き出しは？まあ、多分ないか。ん？オルゴールかな？これもなんか大事そうだな。この辺は、関係がないかな。まあ、書斎のパスコードが分かっただけでも、ありがたいかな。うん。でも、多分トリシャは、きっと、心労がたたってっていうか、うん。スコットが捕まったのがショックすぎて、入院してそのまま、亡くなってしまったのかなって、そんな気がしちゃいますね。うん。で、これよ。よし。開いたぜ。書斎。お？タバコか。はい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 。で、なんかあるかな？てか、なんかあってくれないと困るな。ただ、開けれるところが特にない。あ、違うと思いつつも、試すか。ですよね。お、なんだ？所持品に入れる？これ何？4右？何これ？ 4 右、6左、3右。多分、これは何か、多分、その、どっかを起点に、右に4、左、右に4、左、いや、でもなんかおかしいよね、それ。右4、左6とか言ったらさ、結局この平行移動で終わっちゃうもんね。なんだ？電卓ホッチキス。お、読む。はい。ペインスクリークコミュニティ病院。はい。ビビアン・ロバーツ診断書。チャールズ・ロバーツ殿。ああ、なんか緊急入院したっていう件か。はいはい。現在、ビビアンの病状は安定しています。もう、解任できない。解任できない。あ！ってことはなんかその、子宮の全摘手術とかそういうことかな。子宮頸がんとかそういうことを患って、こう、子宮を全部取ってしまったっていうことかな。しかし、彼女の回復にはもう6ヶ月ほどの時間が必要でしょう。あなたが病院を訪れたことで、彼女は非常に取り乱しており、これは彼女の回復の妨げにしかならないと判断します。どうか、彼女があなたへ受け入れられる状態に回復するまで、病院に来るのはお控えください。かわいそうだな。チャールズもさ、それは、お見舞いに行っただけでしょ？それで、それでこんな扱いって。あなたのお母上の男の子を世継ぎに、あ、お母上ってもしかしてあれか、マデリン・ロバーツだっけ？マデリン・ロバーツってのが、やっぱり、姑なわけね。男の子を世継ぎにと望む熱意が、ビビアンにとって重度のトラウマとなっています。うわぁ、いや、わかるけど。わかるけどね。きっとこのロバーツ家は、このペインスクリークでずっとこう名門というか、こう代々なんかこう市長とかをね、歴任してきた家なんでしょう。それで、男の子を産んでほしいと、こうプレッシャーをかけちゃうのは、まあ気持ちはわかるけどよろしくないよね。でまあ多分1970年代ってことはまあ、そういう時代ではあるか。このことについてお母上に厳しくお伝え願います。それができなかったのかな、チャールズは。
ペインスクリークコミュニティ病院は患者の回復を一番に考えております。我々スタッフ一同ビビアンの回復に全力を尽くす次第です。不都合な点もあるかと存じますが、ご容赦くださいますことをお願い申し上げます。ヘンリー・ジョンソン。てかさ、よくよく考えたらさ、死んでる人ってみんなビビアンに近い人だよね。ヘンリー・ジョンソンもそうだし、アンドリューもそうでしょ。死んでの全員そういうなんかビビアンに近しい人が死んでるってのが偶然ではないのかなっていう気が。まあしゃあない、とりあえずわからんことだらけだけど、ティールーム行きましょう。ティールームはセキュリティ、これか、これかな、ティールーム。まあここ行きましょう、とりあえず。でティールームだけあって、なんかなんでチリトリ、しかも汚い。なんかある？よいしょ。お、探偵事務所だ。1993年2月17日、ネルソン&ブラウン探偵事務所。ペインスクリークコミュニティ病院寄付金調査。あ、なんだっけ？横領があったんだっけ？この病院って。ビビアン・ロバーツ様。調査の結果、ヘンリー・ジョンソン医師によるロバーツ救済基金からの資金横領が発覚しました。ジョンソン、おい。お前かい。お前が横領してたんかい。彼は合同会社ジェファーソン・インベストメントに私的口座を保有しており、そこに毎月5日の日に9990ドルの資金を移していました。名目としては医療品、医療器具の購入費となっていますが、それらのものが購入された形跡は全くありませんでした。この横領は過去16ヶ月に及んでおり、総額は16万ドルに上ると思われます。やべえな、おい。これを知ったビビアンはどう思ったんでしょうね。だ、言ってもさ、一応そのヘンリー・ジョンソンはビビアンにとってはさ、命の恩人ではあるわけだから、また鍵かい！鍵多すぎ。これは読めないのか？調べる。たくさんの嫌がらせの手紙。あ、そういえばなんか、メアリー・マルチネスが、たくさんの嫌がらせの手紙を見つけたって言ってたよね。これのことか。ヘンリー・ジョンソンが横領していたっていう事実が発覚したよっていうのがわかるだけ？ここ。いや、なんかある。あ、鍵！精巧なデザインの鍵。これは、どこの鍵だ？あ、ビビアンの日記ですね。はい。あー、結構昔の、それこそビビアンがさ、その入院で、その子供が産めない体になるぐらいの日記ですね。1972年4月28日金曜日。チャールズの選挙が始まった。ウィルソンとエドワードにも協力してもらえそうだ。彼らもただ、ビジネスの利益だけで協力してくれるわけじゃないと思う。チャールズを信じてくれているからよ。彼らの協力で私たちの党派の士気も一層上がるわ。ウィルソンとエドワードってのは多分有力者かな、この街の。もしかして彼らもキーマンってこと？この事件の。ちょっとキャラ多すぎないか。で、1972年6月30日金曜日。今日は私たちの結婚記念日だった。チャールズが私のお気に入りのレストランに連れて行ってくれた。すごく驚いたわ。記念日なんて忘れてると思ってたから、とても嬉しかった。ディナーの後、夜はビーチに行って浜辺を歩いて過ごした。まるで若い幼い恋人みたいに話をしながら、こんなに心が軽くなって過ごしたのは、いつぶりかしら。ああ、この頃はなんか、夫婦仲はすごいいいですよね。やっぱこの、子供うめうめの圧力で、ビビアンが体調を崩してしまったあたりから、なんかおかしくなってったんかな。うわ、なんかもう、マデリンが来るって言ってるよ。1972年8月9日水曜日。今日マデリンが来る。どうしよう。また、いつ子供ができるんだって言われるわ。まだ無理よ。前の流産。流産？あ、結構その、何回も流産を繰り返してたってこと？その挙句っていうか、そうやって流産をこうずっと繰り返していて、ようやく
トリシャが生まれて、なんだけど、それですぐ、こう、子供が産めなくなって、それは、ビビアンからしたらトリシャ大事でしょうね。まあね、普通にさ、お腹を痛めて産んだ我が子であっただけでも、大事なのに、これだけこうね、その間に苦労があったってなると、ビビアンの思いはわかるな。で、それが伝わらなかったっていうのはちょっと悲しいですね。やっぱり。で、1972年10月13日金曜日。13日の金曜日か。嫌だな、これ。今日、エドワードから連絡があって、数ヶ月前にした契約の変更を押し切ってきた。会社の信用に関わることだし、彼の要求は拒否した。チャールズへの協力約束を餌に、こんな形で彼に脅されるなんて思ってもみなかったわ。こんな誠実さのかけらもない人と関わるくらいなら、そんな奴の協力なんてない方がマシよ。やっぱりビジネスだったんだな、エドワードは。なんかビビアンってなんか分かってきたな。こう、エドワードにこういう目に合ってるし、で、ヘンリー・ジョンソンもなんか着服してたし、そう考えたらこのビビアンは、こう、いい人なんだろうけど、いい人が過ぎてちょっと、なんか騙されるというか、なんかそんな目に遭いがちな人なんかな。なんかそんな気がちょっとしますね。というか、本当にその鍵がさ、いっぱいあって、これはまあ、スコートの家でしょ？これがわかんないんだよな。あ、バーナードの家もありだな。バーナードの家に行ってみるっていうのも、まあ、最悪私には、あれがあるから。病院が。病院に行けば何かわかる。開いた！開いたわ。ここだ。寝室か。はい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 。なるほど。じゃあこれでまた行けるところが増えるか？帽子だ。ん？手に取ったとて。で？お！ネジ。ネジを巻けるもの。うわぁ、ちょっと待って。しゃがむか。サングラス？で？日記だ。これは誰の日記？1990年1月2日月曜日。今日アンドリューが来て、スコットのアシスタントなんていらないと言ってきた。経験もないし、お荷物になるだけだって。まったく、何を考えているのかしら。庭の手入れも、ここずっとずさんだし。彼の酒癖も目に余るわ。スコットの方が彼よりきちんと仕事をこなしているわよ。誰だ？これ誰だ？スコットは覚えも早いし、すぐに何でもこなせるようになるわ。それに、彼を雇うように進めてきたのはチャールズだもの。ビビアンか？チャールズはあの子を気に入っているみたい。もう何度も彼に同行させているし、あの子が一緒だとなんだか嬉しいみたい。だから、欲しかった息子のような気持ちになるんでしょうね、きっと。ただ、チャールズの仮好きには理解しかねるわ。家にいるよりも、あのハンティングキャビンにいることの方が多い時もあるもの。それは良くないですね。で、1994年1月3日火曜日。多分、曜日を書いてるこの癖は、ビビアンっぽいね。スコットがソフィアのことを知りたがっているなんて。なんで彼がソフィアの名前を知ってるのよ。誰が教えたの？アンドリューに決まってる。あの飲んだくれ。ソフィアはもういないって言ってるのに。また幻覚がひどくなってきているんだわ。ヘンリーにもっと薬を出すように言っておかないと。多分こんなん言えるとしたらビビアンしかいないもんね。バーナードにスコットを見張らせる必要があるわ。これからスコットが誰と話したり、誰に聞いたりしたのか見ていないと。なんか、ソフィアのこと聞かれて、まずいことがあんのか？ビビアン。なんか若干反応が過剰な気がするけど。はい。で、1994年4月8日金曜日。今日、オリバーにイースターの事前イベントのカメラマンをお願いした。
彼が募金の使い道を聞いてきたので、ペインスクリークの宣伝と観光事業の支援に使おうと説明した。その後彼は、それなら無償で手伝うと言ってくれた。驚いたわ。彼へのこの街に対する思いに感謝しなくては。でも、その募金を着服されたわけだ。もしかしてさ、アンドリューを殺したり、そのジョンソン医師を殺したのってビビアンだったりしない？さすがに考えすぎ？考えすぎか。で、1994年4月12日火曜日、ハワード製薬との取引が決まった。私の思った通りに、でも、喜びよりも、なぜか心が空っぽに感じる。仕事に麻痺してきたのかしら？それとも、もう、何にも感じなくなってしまったのかしら？なんかビビアンもちょっとおかしくなってるってことか？で、1994年5月14日土曜日。今日のディナーも静かだった。チャールズはほとんど食べていなかった。彼に今日一日どうだったかなんて聞かれたけど、話す気分になれなかった。今日だけじゃなくて、もう最近ずっと彼と話をしたいと思えなくなっている。トリシャも静かだったわ。私と距離を置いているのね、わかるもの。前は何でも私に話してくれていたのに、今はもうほとんど話さない。スコットに合わせないようにしたのは間違いだったのかしら。ああ、だからこの辺でスコットを解雇してるんだ、ビビアンは。で、1994年7月6日水曜日。もうこれ以上トリシャにスコットと一緒に行ってほしくない。この世界にいる男の中で、なんでトリシャは彼を選ぶの？絶対に許さない。なんか、これ見るとさ、むしろ、ビビアンがスコットを殺そうとしてる感じもするよね。この感じ。いや、もしこういうバックグラウンドがあって、スコットが正当防衛でビビアン殺して、でもそんなこと言えないから、あえてこう罪を被ったっていうか、そういう話だったとしたら、非常に切ない。っていうか、あ、鍵だ。待って。あ !201 だ。え、なんでここにあんの？え、モス？モス、ここに来たのか？なんか急にさ、いろいろとアイテムが手に入り出したんだけど。まあ、これで、201の部屋は開けれるし、オルゴールなんかトリシャの部屋にあったかな？壁時計もなんかあったんだよね。あ、これは？これに使えたりしない？あ、ほら、アイテムを置く。これでしょ。で、何も起こらない？え？ああ、そういうこと？だから、4右、6左、3右。はい。4右、6左、3右。OK。4右、6左、こう？ちょっと、一旦保留にするか。ちょっと悔しいけど。で、そういう意味でいくと、201の部屋に行くか、バーナードの自宅か。ここの201をずっと見たかった。ただ201に行っても多分モスはいないよね。さすがにそこにモスの死体があるってこともないだろうし。ここよ。よし。行きます。ここは安定のトイレ。で、ここに来たからには、あ、
番号、鍵か。鍵か。ないか。これだけか。これを開けるための鍵が必要ってこと？いや、ここにもなんか。お。来た。うん。お、バード・ホプキンスの住所、ここにもあるんだ。良心的。はい。父親が炭鉱事故で死亡している。ビビアン死亡推定時刻、家にいた。アリバイなし。ほう。バーナードはアリバイなし。ドロシー、あ、車線引いてある。ドロシーに話を聞く。明日ムーンカフェでメアリーに話を聞く。ほう。5月11日10時、駐在所で保安官と会う。何か見せたいファイルがあるらしい。ほう。なんだ？それ俺見れんのかな？はい。宿屋の受付に隠し戸棚があるようだ。カウンターの一部になっていて、板の角に隠しスイッチがある。何か面白いものが隠されてるに違いない。隠し戸棚？ほう。あ。これは、どこだ？あ、病院だ。病院になんかあるって言ってんな。ほう。あ、これあれだ。教会の。パスコードはカルヴィン神父の誕生日。書いてたっけ？誕生日。カルヴィンでしょ、しかも。マッシュじゃないんだよね。で？これどこ？え、これどこ？鍵はどこだ？これどこだよ？で、隠し棚、隠しスイッチが、ここにあるってこと？どこ？しゃがむ方がいいか。ん？ここ？ここかよ。そんなんわかん、おい。カウンター2からこっちかと思ってずっとこっち探したのに。ここかよ。カウンターの一部か、これ。カウンターの一部なのかな。なんか、うん、まあよくわからんけど、まあいいや。手に取れるね。これは？ぬいぐるみか。でもなんか、誰のっていうわけでもないね。で、時計。この時計もしかして大事だったりする？この時間に合わせるとか、さっきのやつ。